はい、どうもありがとうございます。では今日は同じくボーノがですね、遺伝子発現データベースの使い方というのをこれ、お話したいと思います。このテキストなんですけども、くどいようでもみんな知ってると思うんですけど、今回の、講習会のねウェブサイトのこのこちらっていうこの講習会資料、ここのにたどった時のこの、MottoDB っていうページのここの部分ですね、今日の僕のこの部分、遺伝子発現 DB の使い方、これをクリックすると出てきますので、まずこれを開いてくださいね。はい、そうするとこれが出てくると思います。はい、それでこれをやっていくんですけれども、この時間は、概要ところに書いてある通り、遺伝子発現のデータベースというのが世の中にあるんですけど、遺伝子発現データを使う、今は使ってなくてもいつか使うかもしれないし、どういうふうなものかっていうのを知っておくっていうのも非常にいいことなので、この機会に知っていただいて、どういうふうにみんな検索しているかというのをお話したいと思います。遺伝子発現データはゲノムのデータと違ってちょっとググって見つけるのは難しいので、ぜひこれでやり方を知っておいていただければなというふうに、やり方だけでも知っておいていただければなと思います。今から話す、講習の流れっていうのが簡単にこれ書いてるんですけれども、できる限りの時間の、この限られた時間でやれることをやろうと思うんですけれども、まずはこれで探し方とかいうのを僕ここで今日お話ししますが、ほとんどの実は探し方のことに関しては昨日来言っていますこの統合テレビっていうものに、全部というかほとんど全部使い方として、動画で入ってます。ですので今日学んだことで、復習ということとか、あと、もっとこの中にはもっと今日お話しするよりもですね、細かいこととかも含まれてますので、適宜この統合テレビのリンクをこのテキストの中には散りばめてます。ですのでそこから見ていただいて、より知っていただければなというふうに思います。それで、統合テレビ の説明というのがあります。昨日も来てない方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけ統合テレビに関して言うのと、あとこの講習会について言う、お願いというか、注意とお願いというのを、言っておきます。で昨日もよくあったんですけれども、みんなで一気にアクセスするとですね、サイトがつながりにくくなります。で特に今これ皆さんで同じところでこれやってて50人ぐらいがですね一気にやると、まずインターネットの帯域的にですね、インターネットではこの LAN の外に出ていく、インターネットに出ていくところの帯域の問題があって、一気には全員がやると大変つながりにくくなります。ですので、ちょっと皆さんより先に自分はやる派だとか、後でやるとかいうふうに、ちょっと時間をちょっとでもいいからずらしてですね、僕が言った時にやると多分超混みます。ですのでできれば僕がやる時と被らないようにやっていただけるといいなと。もしくは自分は違うインターネットでつなぐっていう人はそれでもいいです。携帯のテサリングでやってるとかいうのでも別にそれはそれでも構わないので、そういう配慮をしてみてください。みんながやるとつながりにくくなるのは本当この講習会の特性ですのでしょうがないんです。それで、昨日の話では、分からなかったら手を挙げてって言ったんですけど、人にもそういう時は出なかったんですが、今日の話の方がちょっとマニアックで、あとちょっとややこしい部分があります。昨日の方がだいぶ分かりやすい話だったと思うので、分からなくなったりとか手ついてこれなくなったら手で挙げてやってください。で今日テキストでいろいろやるっていうのを散りばめて、課題挙げてますけど、多分みんなで全部やれないと思います。昨日よりもなんていうのかな、やれない課題が出てくると思うんですけど、それはそれで後でまた復習でやってみればいいというふうに思いますので、あまりそこは気にしないでやってください。 でも完全に途中でついていけなくなるっていうのはちょっとかわいそうというか申し訳ないので、ぜひ途中で止めてください。それでみんなで最後までやるというのはこの講習会の目的です。ですので途中でもどんどん止めてください。はい、でですね、いろいろ、今日、お話ししたいことっていうものの、予備的な話としていろいろあるんですけれども、この辺は後で参考で見ていていただければいいと思います。で先ほど来言っている統合テレビなんですけれども、こんなウェブサイトになってて、ここで、必要な自分が興味あるようなことを検索して
それに関する動画があったらラッキーというようなあのものになってます。で、まあ、このウェブ僕らのところのウェブサイトから検索してもいいんですけれども、全く同じ動画が YouTube にもアップされてまして、そちらの YouTube の方で見ていただくっていうようなこともすると iPad とか iPhone とか Android とかでも見えますので、そういうあの、使い方もできますよという話ですね。はい、まあ、そういう統合テレビなんですけれども、実はこれ作ってるのは皆さんと同じ大学生、大学院生の人たちです。で、あの、まあ、こういうのを作ってみたい、自分はこういうのを、やるの得意というか、こういうのを勉強しながらアルバイトとしてあのやってみたいっていう人がいたら、あの後で私捕まえて詳細聞いてみてください。あの、まあ、これは大学生とか大学院生のアルバイトとして、今までずっと僕らの東大の中で、ラボをあのセンターをですね、あの間借りしてやってたんですけど、ちょうど1年ぐらい前からあの別のところに移って、大学の中にじゃなくなったんで、これ結構作るのがですねペースが落ちてて、どうしちゃったんですかってすごい言われるんですけど、あの作る人いないからなんです。だからぜひ作る人を募集しておりますので、興味ある人いたらぜひあの、声かけていただければなというふうに思います。じゃ あ, あの本当の、本題に入っていこうと思います。じゃ あ, あの公共発言データベースの使い方ということで、やっていこうと思います。で、公共の発言、遺伝子発言データベースっていうのは、まああのまあ、公共のデータベースなんだから1個しかないだろうと思うかもしれませんが、あの実際にはあの昔は3つありました、これ発言データベース。で、それが、あのアメリカであるのと、ヨーロッパであるのと、日本にあったんですけど、日本のやつは、途中で立ち続かなくなってあの消えちゃいました。なのでそれの話はしなくて、今日はその2つですね、あの公共の遺伝子発現データベースとして2つお話をまずしてやっていくことになると思います。で、1つがそのアメリカの NCBI って、昨日来何回もさっきも話が出てきたと思うんですけど、その NCBI がやっているこのジーンエクスプレッションオムニバスという、で GEO とか GEO とかあのみんな言ってます。まあ、あのレンタルビデオ屋と日本だと被るので、あの GEO とか言うとちょっとあのいつも、誤解を生むから GEO とか言ってますけれども、そういうあのジーンエクスプレッションオムニバスというのが、あのその遺伝子発現データベースとしてあの君臨しており、これが一番、まあ、あのポピュラーな遺伝子発現データベースかなというふうに思います。そうですね、世界最大のって言ってるんですけど、実は、うん、あのっていう話が後で出てくるんですけど、まあ、とりあえずですね、で URL はここに書いてあるあの NCBI の下のスラッシュジオというものです。これもじゃあみんなで、一回これウェブサイトどんなのか開いてみましょうか。ちょっとこんなんですっていうのが出ると思います。まあちょっと、うん、あの開くまで時間かかると思いますけど、みんなでやってるからかかると思うんで、ちょっと説明していくんですけれども、その、GEO はですね、あの、まあ、いろんなデータ、遺伝子発現データ入ってるんですけど、発現のデータってじゃあどんなのかっていうと、いろいろ多分想像があの皆さんあると思います。まあ、普通にあのリアル、あの皆さん多分普段やっているあの定量 PCRなんかのデータも発現データだし、マイクロアレイであの測っているあの発現データもあれも発現データ、あと最近だとその次世代シーケンサーでわーっと読んで、あの RNA の数が何個あったかっていう やり方でやる RNA-seq、 それも発現データ。そういういろんな種類が、いろんで、それいろんなその実験の手法のことをそのプラットフォームって呼んでて、それがあのここに書いてあるあのプラットフォームっていうあのカテゴリーで分類されているその、GEO のデータになります。ですので、まあ、サンプルが当然違うのは当たり前なんですけど、測るものが違うから、でもプラットフォームも違うということもあるということをまあ知っておいてください。で、その一連の実験を、まあ、サンプルが何個か何個か、当然実験ですからコントロールがあって、実際に自分たちの測りたいあのものがあると、それが最低限ですね、2つは。でも実際のやつは時系列のデータとかなんか測ってて、ある刺激を加えて0分後、1時間後、3時間後とか、なんかそんなデータ時系列で測ったりとか、そういうようなこともしますから、そういうあの一連の実験に意味があることがあります。そういうふうなものをシリーズと呼んで、あのこのシリーズというあの単位でまとめられた ID がついています。で、これ GPL とか GSM とか GSE とかこう書いてあるのは、その実際にゲオの中に、データのあのデータにですね、あの ID がついてますね。そのデータの ID の、この一番頭文字がこういうふうなものがついているよというので、この GPL とか GSM とかあのついてて、まあ、名前の、
付け方は結構単純で G は GO の G でその残り2文字はプラットフォームとかサンプルとかシリーズとかそういうものの、 頭2文字になってます、まあ、そういうものがこの ID を見るとあこれはシリーズなんだなとかいうのがもう分かるように ID に、まあ、ある程度意味が付けられている。で最後にあるこの GDS って付いてるデータセットってやつはちょっと特殊なものでこのシリーズのなんですけれどもシリーズの特殊なやつです。これはその NCBI の方でシリーズを見ててあこのシリーズのデータは結構いいリファレンスとしてなりそうなデータだっていうとこのデータセットとして GDS っていう ID がついて特別扱いされててそれに関しては NCBI のウェブのインターフェースの中でいろいろみんなでウェブツール使ってなんか解析できるようなそういうものが用意されていると。だからまあ実質上この上の3つがデータの質としてはあってそういうものが見えるんですけど全然アクセスできないですねちょっと待ってね、そのうちアクセスできると、あ、これですね。で、ここに書いてある通り、あ、ちょっとちっちゃいな、大きくしようか。データの中身で今言ったシリーズ、あ、じゃあプラットフォーム、シリーズ、サンプルってあって、この数見ると分かる通り、ですね、まずシリーズで5万8000ぐらいあって、サンプルで142万ぐらいですね、現時点で、サンプルとしては登録されている。これはだからマイクロアレイでいうとハイブリダイゼーションの数になります。実際にはだからこんだけハイブリダイゼーションもやってるということです。あとプラットフォームっていうのはその実験手法が、まあ、皆さん知ってるのはマイクロアレイは一つって思うかもしれないけどアフメトリックス社のマイクロアレイとかアジレント社のマイクロアレイとかその中でも言えるカスタムアレイがあるとその分だけ実はプラットフォームが存在してそれのプラットフォームが現在登録されているだけで14,650 件ほどプラットフォームが登録されていると。でこのシリーズの中で特別に認められたデータセットっていうのは、まあ、シリーズのまあ本当 5% ぐらいしかなくて3,848 個ぐらいなんかそんなのが現状のデータの中身になってます。でまあデータの数とかもあまり関係ないかもしれないんですけれども、まあ、これぐらい今データが溜まってるんだよってことを知るにはいい話なのでトップページのここに出てるんだっていうのをよく、まあ、知っといてください。そしたらなんかまとめるときとかに役に立つと思います。はい、でじゃあ実習の方に行こうかな。まあ、そういうデータとして入ってるよって。でこの見ていただいたら分かるんですけどこのスクリーンショットを撮ったときと今言ってる数字とだいぶ違いますよねっていう風にどんどん増えてるんです、はい、これも別にそんなに昔に撮ったやつじゃなくて今年撮ったものなんですけれどもそれぐらいすごい増えてるという、まあ、現状ですね、はい、サンプルの数なんかすごいでしょ。もうこれ137万だったのになんか今日見たらだいぶ違うでしょ、まあ、そういうことでどんどん変わってるんです。で、まあ、そういうことが分かってくれれば嬉しいかなと思います。でじゃあこれで検索するんですけどなんか自分で知りたいものが直接この ID が分かってたらこのアクセッション番号をいきなりここで入れてね検索すれば出ます。例えば論文読んでてこの使ったで この論文で出しているデータは GSE の何番何番で登録しましたっていうのが書いてあると思います。そういうのがあったらもうここでやるとその論文で使ったデータがすぐポッと出てきます。でそういうふうに ID が分かっているとすぐに、まあ、検索できるんですけど大体そんな ID とか覚えてないしそういう探し方じゃなくて自分でなんかこうキーワードとかそのタイトル行に含まれている研究テーマとかで探したいことが多いと思いますので、まあ、そういう時にどんな風にするのがいいかなっていうのをちょっと、まあ、経験則を交えながら、実習していきたいと思います。で、まあ、これもさっきから言ってる通りその、みんなでやるとつながんなくなるかもしれないので、まあ、ちょっと順を見て頃合い見計らってやってみましょうか。はい、でじゃあトップページじゃあこの実習1位で、やりますけどまず画面右のブラウズコンテンツからプラットフォームっていうのを選択しましょうと。でこれなんでこんなふうなことをするかっていうと自分でこう、調べたいこう実験手法から絞り込もうというのが今回のこの実習のテーマです。で今回は実は後で出てくるから分かるんですけれども一番、まあ、人、まあ、これ今回の場合人でやりますが皆さん、まあ、好きなものがあったらそれでその生物やっていただければいいんですけど人 の, マイクロアレイ の, 実験で一番よく使われているものをまあ探してきてそのプラットフォームの中から自分で興味のあるものを探そうという趣旨になっています。ですのでこういうことをしています。じゃあまずはプラットフォームを選択します。はい、じゃあプラットフォームやりましょうか。これね、これクリックします。
そうするとこんなの出てきます。これは実はですね、さっき言ってたその GPL のナンバーナンバーでもついてるでしょ。これプラットフォームの ID なんですね。でこんな風にまあざっと出てきて、あのこの順番は何かのまあところで相当されてると思う。例えばこれ多分 ID だと思います。 ID で相当されてるんですけれども、あの実際にじゃあそれを使ったあの実験数がどれぐらいあるかというと、この、この部分ですね、あの見ていただくとサンプルとかシリーズっていうところのカラムに出ているようなあの数字が正しいと思います。これですね、この辺、まあ、そういうのであの、まあ、見るんですけれども、ちょっと実習の方に戻りましょうか。そうするとこんなのが出ますと。出ましたね。であのこれでまあ 一覧出てるんですけど、まああのまあアフメトリックス社 の, あのマイクロアレイで人のやつっていうふうに、探すにはこのファインドプラットフォームっていうあのリンクから行くと、まあ、うまく出ると思います。で、じゃあそれをやってみましょうか。でファインドプラットフォームでここにあります、これですね。これをクリックするとこんなちっちゃいウィンドウが出ます。でここでマニファクチャラー、これ要するに提供会社ですね、あの作成者、これが、アフメトリックス、これ打ちますみんなで、アフィメア AFFY ってやるとアフィってもこう選ばれたので、これをまあもうあのクリックしてあの残り打たなくてもできると思います。で、オーガニズムをあのここに書いてある通りホモサピエンスにしようと、まあ、もちろんムスムスクルスマウスでもいいんですけれども、あのここではデモのためホモってやるところ出てきました。ホモサピエンス、この上の方ですね。下の方はなんかちょっと人とマウスのなんか掛け合わせたりするので、まあまあいいです、無視してください。こっちを選んでください。それで OK ってやってください。そうするとさっきやったたくさんあった中から人に関するアフメトリックス社のマイクロアレイのプラットフォームの数が出てきます。これがこれですね、487個。つまり、アフメトリックス社が単独で出しているものだけでもこんなに種類があるんですね。驚きですね。で、まあ、見ると分かるんですけれども、あのプラットフォームとして登録されているだけでデータ数が1個もないやつが結構スカスカあるんですね。スカスカになっているというのは。でそれじゃ困るので、じゃ あの相当してですね、あのサンプル数がたくさんあるものが知りたいわけですね、まあ、シリーズでもいいんですけれども、どっちでもいいんだけど、どっちにしましょうかね。ここではサンプルあるいはシリーズどっちでもいいって言ってるんですけれども、まあ、あの自分の好きな方でちょっとやってみましょう。でこれ相当するにはあのやり方があって、ここをクリックすればいいです。でも1回クリックしただけじゃあの少ない方から順になるので、本当はあの一番多いのが上に来るように、つまり高順ってやつですか、多いものから少ないものになるようにするためにもう1回押します。そうするとこんなふうになります。だいたいこのこういうテーブルのインターフェースっていうのは1回押すとあの小順になって、2回押すと多分高順になっていることが多いと思います。そうじゃなくても何回か押しているとこうやってコロ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 変わるので、それがもう1回押すと多分元に戻りますので、あのそういうふうなものでこうクリックしてこういくとあの簡単に得られると思います。でこれ見ての通り、今一番多いものが一番上に来るように、なりました。でこれが一番あのアフメトリックス社の人のアレイで一番データ数の多いやつで U-133 ってやつです。これプラス2ってやつです。これが一番多いっていうのが、見て取れると思います。サンプル数で、もう10万を超えてて、シリーズ数でも、3,900 ぐらい あのデータがあると、そんな風になっているのが得られると思います。ここまで分かりますか。これでだいぶよく使われているアレイっていうのはどういうものかっていうのがこれで分かるんですね。だから皆さんも別の生物種でやってみて、どういうマイクロアレイがよく使われているのかなっていうのを見ると、まあ一番はこうだし、でこの辺の数字の具合を見ると分かる通り、これがぶっちぎりで多いなっていうのがよく分かると思います。はい、こんな感じにしてやっていきます。それでですね、じゃあ次いきましょうか。どんどんいきます。でまあ、この時より増えてるねっていうのは分かると思います。で、U-133が最もまあ多い。で、まあ、次はじゃあそのシリーズ数なんかをこのテーブルのやつでクリックしてみましょうというふうになってます。それはどういうことかというと、これか。シリーズ数、これですね。ここの数字をクリックしてみましょう。そうすると、この3932が出てくるということですね。まあ、それはもう直感的で分かりますよね。皆さん。多分みんなでやるとすぐ出てこないかもしれない。あ、出てきた、出てきた。で、こんな風に、3900いくつあるんですけど、これを1個ずつ見るわけにもいかないので、自分の興味のあるテーマで、
で、まあ、ここから探しましょうというふうになっています。そのためにはここの、サーチって書いてあるここですね、ここに何か入れてあのやれば検索できるんですけれども、ここでは、まあ、アルコール性肝炎ですねに関係あるこのアルコリックヘパティティスっていうものをで検索してみましょうと、まあ、これもまあこれをコピーしてもらって、でここで、ペーストですね、ペースト、大体こういうのを書くとね間違うので、できる限りコピペした方がいいです。でサーチってやる、そうするとアルコール性肝炎に関するデータはなんと1個しかないんですね。1個出てきた、これがまあ、絞り込んでからですけど、人のアフメド X のデータでかつアルコール性肝炎に関係あるマイクロアレルデータを探せましたね。こんな風にするんです。じゃあこれがググれるかというとググれなくて、こういう風にやるしかないので、まあ、こうやってちょっと手間ですけどやってください。でこの GSE っていうこのデータ、ここの ID ですね、これシリーズですね、さっきから言ってる SE だから、でこれをクリックするとこの実際のデータがこう表示されます。こんな感じで、これはまあゲオのエントリーでよくまあこういうのでサーチしてた時に最終的に出てくるので見ると思います。でオーガニズムはホモサピエンスでどういう実験をしたサマリーかとか、あと実験デザインであるとか、あとどういうその論文で発表されたかとかいうのがこういうふうに出てきます。まあそういうレコードになってて、でまあこういうのをまあ眺めてくださいというのがまあこの9番になります。でじゃあ実際のじゃあマイクロアレルのデータはどこにあるかというと、これこのページからリンクされてるんだけど、実はなんかいつもの通り一番下にあります。ずっと見てここですね、この辺ダウンロードファミリーってあって、その中にデータが実はあってあります。でデータも一つじゃなくていろんな種類があるんですね。で一番皆さんが知りたい Excel で見るようなスプレッドシート型のデータっていうのはこのシリーズマトリックスってやつですね、まあシリーズの行列ですね、これがそれになってて、これクリックでどういうフォーマットかってここに書いてある通りテキスト、これクリックするともうこのアルコール性肝炎のデータのやつですでにノーマライズされた形 のデータがもうここでクリックすればダウンロードできると、まあ今は僕はしませんけど皆さんしてもいいんですけど、データが取れます。でそう してそれを取ってくると、まあ、じゃあどんなんだったかっていうと、こんなんですと、あ、これじゃないな。これはちょっと先走りました。後でやるやつです。シリーズマトリックスはこれだな。で、これだ。こんなやつになってます。ちょっと僕は先に、先走ってダウンロードしといたんですけど、こんな風になってて、ちょっと、上の方これビックリマークから始まるところはヘッダー行で、これはまあどんなデータだったかっていうのを記述してて、実際に発言の値っていうのはこの下にからずっと始まってて、ずっと下にこれですね、この辺から始まってます。これ Excel でだから開けばこういうふうな値がこの、分かってて、シリーズなのでいっぱいこの実際 のサンプルのデータでどのこの、マイクロアレルのプローブがどういう値だったかっていうのがザーッと行列になって出てると。でこれをだからあと再利用すれば OK という、まあ、ものです。なんだけどこういうすでにノーマルしたデータよりは自分で生のデータが欲しいっていう方も多いと思います。それはここに大体ありますこのあれですね、サプリメンタリーファイルというところにあるこの、セル形式 のターっていうのでまとめら、ターというテープアーカイブ形式っていうもので固められたデータでダウンロードできますよというのが、まあ、このやつなんですけど、ちょっとでかいです。168メガぐらいある。だからこのデータ全部欲しかったらこれHTTP というところをクリックしてやるとダウンロードできるんですけれども、実際にはこれサンプルが22個もここですねあって、多いんですね。こうやっていろんなものが入ってて、コントロールとあと、まあ、実際にアルコール性肝炎の人のデータとあるんだけど、まあ、全部はいらなくてこの中から一つだけ欲しいよとかいうような場合にはこの、生データを取るときは大きいので、このカスタムってところをクリックしていただいたら、必要なデータがどれかなっていうのをこれチェックだけして、こうやってなんか必要なデータだけをこうチェック して、ダウンロードってできます。そうするとどれぐらい の見積もり の大きさかとかいうのが出て、これダウンロードボタンを押すとこの必要なものだけがダウンロードできるというふうなものになってます。これはまあでかい実験の場合、まあ、これ今22個だけだったんですけど、22個ぐらいだと全部ダウンロードしても多分そんなに被害はないんですけど、100個とか1000個とかあるやつがあるんですね、たまに。
そういう場合に必要なものだけダウンロードしたいときはこういうふうな機能を使うと必要なデータだけダウンロードできると、そんなふうになってます。はい、まあ、そういうのね、そういうのがここに書いてある。で、まあ、自分のまあテーマ、実験テーマとかで興味あるのがあったらこんな感じで検索してみましょうと。で、まあ、今回生物種をもう、絞り込んでから検索しましたが、実際にはしなくてもいいです。いきなりやってもただ見るのが大変になるので、まあ、というのでこれをやってみたというのがこのゲオのまずデータの、検索の仕方という部分になります。はい、どうでしょう、なんか簡単でしょ、難しくないよね。はい、じゃあ続けてどんどんガンガンいきましょう。今日4つやりますんで、これまず1個終わったんで、で後になればなるほどややこしくなります。でこういう、まあ、ゲオのデータが取ってこれてよかったんだけど、実を言うとゲオっていうのはその NCBI の、 遺伝子発現のデータで、ここにまあ収められるのが実は全部じゃないんですね、世の中の発現データ。で、発現データの公共データベースにあともう一つこのアレエクスプレスっていうのがあります。ここに書いてある。で、これは EBI って言ってヨーロッパのイギリスにある、ヨーロピアンバイオフマティクスインスティテューというのが作っている、やっぱりこれも発現のデータで、まあ、名前から見て分かる通りマイクロアレのデータはもともとは集めるデータだったんだけど、最近は RNA-seq とかが出てきてそういうものも含めて全部入るようになってます。なので、ここには入ってるもののここには入ってるもののゲオにないようなものも、まあ、出てきてるんですね。なんだけどこのゲオこの EBI のアレエクスプレスっていうのは実はそのゲオのデータをどんどん今はね取り込んでて、毎週毎週これをここにですねそのゲオのデータが取り込まれていると、そういう状況だとすると、この EBI のアレックスプレスを見てれば全部見れるよねと、その2つしかない発現データに関しては見えますよねってことで、割とこっち側が最近発現データのとしては大きくなってて、実際これのサイトを見るとですね、さっきゲオがサンプル数で、148万ぐらいだって言ったと思うんですけれども、アレックスプレスを見ると、まあ、もうちょっとこれみんなで一気に開いたからまた出ないかもしれないですけど、出たか、ここですね、これちょっと見づらいからあれですけど、ゲオアッセイの数っていうのがそのゲオでいうところのハイブリダイゼーションサンプルの数に相当するんですけど、ゲオより多いんですね。つまりこっちの方がデータ数としては多くなってるんじゃないかということで、ここのものを、まあ見た方が実はいいんじゃないかなというような、まあ、感じになってきてる感じがあります。なのでこのゲオにないからって言うだけじゃなくて、ここのアレックスプレスから検索するようなこともぜひ皆さんも考えてくれると、入ってないものもあるよということになってます。それをまあできる限り集めてきてですね、全部が検索できるようにしたいということで、オールオブジーンエクスプレッションというサービスをちょっと DBCS が作ってて、これがまあ AOE といって AOE って呼んでますけど、 AOE のものっていうのが、この遺伝子発現のため発現用のデータ目次というものを、我々のところで作ってて、まあ、いろいろキーワード検索ができるようなもの、このアレエクスプレスも含む をまあ元にして、このアレエクスプレスのデータを取ってきて、そこから、まあ、データ検索簡単に検索できるようなものを今作ってます。もちろんこちらの本体検索しに行ってもいいんですけれども、ちょっと実はヨーロッパの方なので、日本からだと検索するのにちょっと時間かかるとか遠いとかいろいろあって、あまり皆さん使われないので、こっちでそういう実験のデータメタデータというのを取ってきておいて、すぐに検索できるって、実際の生データだけは最終的にここに取りに行くような形のものを今作っています。それがこの AOE というものです。これもだから実習でちょっと使うんですけど、みんなでこれアクセスしてみましょうか。そうするとこれもみんなでアクセスするとどうなるかな。これはうちのサーバーなんで、意外と日本だからまだ早いと思います。こういうふうな感じになってます。で、これはですね、全体を把握しやすいように、これが横が年で、これ縦がヒストグラム、度数なんですけど、だから年を追うごとにどういうふうに電子発現のデータが変わってきたかということなんですが、なんか、まあ、特徴として分かる通り、2010年ぐらいからたくさん登録されているよと。で、発現データが多いのは、やっぱり一番は人で、次がマウスで、でそこからだいぶ、減ってアラビドプシス、ドロソフィラとかいうふうなのがもう分かると、そういうふうな、まあ、統計のページを作っています。で、あと、そうですね、手法別っていって、
これちょっとまあ見づらいかもしれないんですけど、あの青系 の, あのものがあのマイクロアレイのデータ、アフメトリックスとアジレントが主にあのマイクロアレイの、使われるものとして一番大きいんですけど、それあとそれ以外っていうふうな分け方をしているのと、あと最近出てきたその RNSec のデータ、 RNSec の場合はまあほとんどがイルミナ の, あのシーケンサー、ハイセックとああいうものが多いので、それがそれかイルミナかそうじゃないっていうあの分け方を、すごいざっくりしたこの5種類の分け方でこういうふうに提供しています。で、まずこれ眺めるだけでもまあまあ面白いんですけれども、ですね、まあ、ここの実習にある通りやってみたいと思います。で、生物種別登録ランキングで、サクラマイセルビジェのところをクリックすると何か起こるよって言ってるんですね。これはあの実はこれ静的なグラフじゃなくて実は動的なグラフになってます。で、ここの数字のところですね、これを A ってクリックするとセルビジェだけになります。まあ、そういうあのやつで、もちろんあの他のものをクリックするとその生物もこう加わっていくんですけど、こういうふうにね、だから1個だけやるとその生物だけになります。例えば人だとこんなふうなグラフで、左のこのグラフが連動して変わっているのが分かると思います。まあ、そういうものを作ってます。こういうのね、もうこれがまあこの青いチャートの面白いところでこんなにできてます。まあ、そういうあのものを作ってて、まあ、統計がすぐ出やすいようにというのがまずできていると。で、まあ、あの上の方のグラフもそうだったんですけど、この下の方の手法別っていうのもそうで、手法別の場合は例えばそうですね、あのマイクロアレイしか見ませんといった場合に、この RNSec とかはいらないから、こうやって、あ、ごめん間違えました、これだけですね、クリックしてやるとこれ消えるんですけど、マイクロアレイだけの分布ってやるとこんな風に見えるって、最近マイクロアレイがちょっとずつあの減りつつあるのかななんていうのも見える一方、この RNSec だけの、をこう選んで残すと、RNSec っていうのはこの2008年ぐらいから登録が始まってきて、2013年から登録数がどんどん増えているというふうになります。分かると思います。で、気をつけないといけないのはこれは登録数です。つまり公共データベースに登録されたもので、実際にこう、実験手法として使われてるっていうのはもうちょっと多分前にピークがあるはずです。ですので、これはまあ論文というか、まあデータベースに登録したされた日ベースでこれが統計取られているので、だから2013年からあのすごいこう、登録されているだけです。2013年から使われるようになった、すごい使われるようになったというわけではないと思います。だからもうちょっと前から使われてて、実際それがデータベースに登録されるようになったのがこれぐらいというふうに、まあ、なると、まあ、こういう、まあ、サービスを作っています。これが青いで、まあ、今の言っちゃったことでだいぶもうほとんどやっちゃってて、やってます。この、3番まで、これが3番というのはこの、 あの青いで、あのRNSec だけをこうクリックして残していけば出ますよという、そういう話ですね。はい。で、これは実はキーワード検索も一応できるようになってて、まあ何でもいいんですけど、例えば、ここでですね、この上のところで、まあ例えば僕なんかが研究している低酸素、ハイポキシアとかってやって検索ってやると、その低酸素っていう言葉を含むものだけの、エントリーの分布数がこういうふうに出てきて、2006年からこうだんだん増えてきてて、あと年代が書いてないような、あのけしからないエントリーも結構多いと。あと、まあ、生物種、こっちですね、生物種なんかも、あ、こっちか、生物種もほとんど人が多くて、みたいなのが見えると思うんですけど、で、絞り込んで、実際にそれがどういうものだったかっていうのは、これで選択した項目でリストを表示ってやると、その、選択したもののリストがこれでリスト表示されて、でこの左側のこの ID をクリックすると、実際にあのアレエクスプレスのエントリー、該当エントリーの方に飛んでって、実際にそこのデータが見れるという、まあそういうあの目次をこれ作ってるっていうのがここの実習でした。まあ、こんなのもまあ便利に使って作るのをやってますので、使ってくださいということになってます。まあそういうのですね。はい、そういうのもやってますと。まあ、それが、まあ、その実際の公共のデータベースを検索して、でどういうふうな状況になっててっていうのを把握するようなツールを、まあ、紹介してみたんですけど、まあ、そんなのよりはあの実際の個々の遺伝子がどうなってるかが知りたいよっていうことが皆さん多いと思うので、そっちにだんだん入っていきたいと思います。で、
それなんですけど、ですね、こういうふうにデータベースに全部登録されているデータだけを 見ると、まあ、割と、まあ、はっきり言うと玉石混交でね、いろいろ大変なんですね。なので、あの遺伝子発現のデータって言ったら、肝臓ではこういう発現してますとか、そういうふうなあのチャンピオンデータみたいなのがちゃんとまとまってると嬉しいというわけで、リファレンスのエクスプレッションのデータがあるといいなと。で、昨日なんかも僕が話した中で、ゲノムの配列もアッセンブルしたゲノムとか、そういうのを使って作られたリファレンスシーケンスのデータベースがあるという話をしました。レフセックですね。で、それと同じようなものの考えで、考え方で、発現データのリファレンスを作ろうということで、これはやっぱり DBCS でやっているのがこの、REFX と呼んでます。リファレンスエクスプレッションデータセットというのを作っています。リファレンスエクスプレッションなんで、まあ、発現なんかは本当いろいろ、まあ、様々実験した時でさ、あの違うようなデータ出てくるというのは、発現のデータやったことある人は知ってると思うんですけど、まあ、その中でも割と、まあ、リファレンスとしていいだろうというセットをこのゲオとかの中から選んで、これですというふうにあのして提供しているのがこの、REFX なんですけど、まあ、割と我々のところはあんまり人がいないというか、あのやってる人間が僕とあともう一人なので、なかなかあの生物種手回らなくて、人とマウスとラットしかないんですけど、人とマウスとラットだけでこの遺伝子発現のリファレンスのデータセットっていうのを、作ってます。それがこの、refx.dbc.jp というところになってます。これちょっと開けてみましょうか。こんなんですね。はい、こういうやつになってます。で、はい、それでですね、で、じゃあこの REFX ってじゃあどういうことをしているかというと、もちろんそのリファレンスのデータセットを作ってるんですけど、先ほど来プラットフォームがあって、なんか電子の発現 の測り方にはあの何種類もあるよって話をしました。で、何種類もあるんですけれども、その中でですね、ここ20年代ぐらいこのハイスループットな遺伝子発現の、測定方法が開発された中、4種類のデータに関して集めてますっていうのは、これはデータがあるからなんですけれども、でこれ、まあ、なかなかもう新しい若い人たちがいてこう言うのも難しいんですけど、 EST っていうエクスプレストシーケンスタグって言って、これ実は大阪大学の実はがずっとやってたものなんですけど、昔あの病院、あの医学部の病院の方のすぐ近くにあった細胞工学センターとかあったんですけど、そこの、そこで、まあ、割とあの昔やられた20年ぐらい前にやられた方法で、エクスプレストシーケンスタグっていうのをこうっていうのは、これ要するに RNA の断片をですね、 CDNA で読んで、その CDNA の本数を数えることで発現量としようと、まあ、実は RNA-seq でやってるのと全く同じ考えなんですけど、そういうものを昔やっててデータとして、登録してると。もちろんあの大阪大学だけじゃなくて、世界中の人が真似してこの EST っていうのを読んで、それをどんどん登録していくと、そういうことをしてて、そのデータがまだ未だにあのデータベース上に入ってて、その本数とかでその遺伝子の発現というのが測れるだろうということで、この EST というのは昔から使われている手法の一つです。で、それをのデータ数を測ったのが一つで、もう一つ、二つ目がその今さっきからずっとあの検索とかでやってた、まあ、ヘメトリックス社の、マイクロアレイ、それがジーンチップっていうあの名前、商品名なんですけど、そのジーンチップという方法でを使って測ったマイクロアレイによる発現データが2個目。で、3個目としてこれはのケージって読むんですけど、このケージっていうのはあの理化学研究所の方であのの横浜の方の研究所で、10年ぐらい前からあのよくやってて、ファントムとかいうプロジェクトでどん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 遺伝子の発現データを測定して出してるんですけれども、その、 あの RNA をあの定量する手法のケージというものを使って読んだあの手法、あのデータっていうのが3つ目。で、最後に、これは RNA-seq っていう、まあ、これは一番よくやられて次世代シーケンサーによるあの遺伝子あの RNA の遺伝子発現のを測る手法ですね。これはイルミナ社、主にデータとしてはイルミナ社がですね、自分のところのシーケンサーの、まあ、プロモーションみたいなもんで、いろんなあの臓器のですね、発現量を測ったものを公開しているんですけれども、それを、まあ、あのデータを取ってきてやると、あの見せるようにすると、そういうことをしているその4種類のデータですね。その4種類 の、 あの実験手法でやったのをこう並列に見せて、どういうふうにその遺伝子、ある特定遺伝子を見たときにこの発現データの中でどうなってたかというのがウェブから簡単に見えるようにしようということをこれでやってます。昔はこの
正常組織ですね、いろんな人とかマウスとかの正常な組織を取ってきて、その組織の発現量がどうかっていうのを測ってたんですが、実はこのケージっていうファントム5というプロジェクト、まあネイチャーとかに去年だったかなとかにたくさん出たから、論文が出たから見たことある人がいるかもしれないですけど、そこではこの初代培養であるとか、あのセルラインとかそういうものの発現データをいっぱい測って、それがいっぱい測ったっていうのはどれぐらいかというと、600ぐらいですね、600種類ぐらい の, あの初代培養であるとかセルラインとかそういうものを測ったデータも公開してて、そのデータも取り込んでこのレフェックスで見えるようにしてます。まあ、そういうものに関してあの、検索できると。で今言った通りこれですね、あの600って言ってちょっと多めに言いましたけど、人は556種、マウスは286種のデータがあの入ってますよと。うん、まあそういう、まあ、どういうデータがじゃあ入ってるかというのはもう詳しくはもうここでは言いませんので、まあ、見てくださいというものになってます。でまあ実際にこのデータはですね、あの見えどっかのまあすでにパブリッシュされたというか公開されたデータを集めてきただけなんですけれども、基本的には集めてきたデータをあの見えやすくしてるとかで可視化ができるようにしてるとか、そういうことで、実際のこの、うん、論文としてですね、あの再利用されたことがあって、最近このオンコジーンという雑誌にですね、まあ、出ました。まあ、そういうような、まあ、使われ方もあのしてますよと。だから皆さんもこれは自分の実験の、なんていうのかな、やる前の、まあ、スクリーニングとして使っていただくのが一番いいと思うんですけれども、実際のデータのまあ、なんていうのかな、論文のデータの一部としても使えるようなデータベースになりつつあるので、まあ、そういう使い方もぜひしていただければなというふうに思います。でまあ、このツールできることと書いてあるのはここに4種類ぐらいあるんですけれども、まあ、正常組織における遺伝子発現データを調べたりとか、まあ、測定手法による遺伝子発現の差異を比較するとか、まあ、あとこれが結構売りなんですけど、組織特異的な遺伝子っていうのがクリックしていくだけで見れるということですね。あとは遺伝子発現解析で見出されたよくわかんない遺伝子群の機能とか関連性なんかがこう、これをクリックしていくだけで、見れるというのが、まあ、特徴になっています。じゃあみんなでじゃあこのレフェックス使ってみましょうということです。でレフェックスの使い方も統合テレビになってるのですけれども、まあここではせっかくなのでみんなと一緒にこれをクリックしてやってみたいと思います。じゃあさっきのレフェックスのページを開いていただいてですね、やりましょうか。ちょっとまあタブを整理します。これですね。はい、でレフェックスなんですけど、見たらこんなになってますよね。はい、こんな風になってる。で、まあ一番簡単にやるのはキーワードももちろんそうなんですけど、キーワードも知らなくても実はこうやってできるというのがこれの特徴で、ここにマウスインするとこうやって臓器がパラパラ出てきます。まあこんな風に。で、実はこれ今10種類これここ出してるんですけど、まあ臓器の特徴として10種類に大体分類したんですね。してあるんですけど、実際にはデータとしてはこれ40種類の臓器のデータを見えるようにしてます。で一番まあよくやるのはこのデモとかで使ってるのはこの分かりやすいこの肝臓にしてるんですけど、この肝臓をじゃあみんなでやってみましょう。もちろん肝臓以外でもいいです。好きな臓器があれば大脳が俺はいいとかね、いろいろありますのでそれでもいいんですけど、一応例としてはこの肝臓をやりたいと思います。でこれマウスインするとこれが反転表示されて、その時点でこれクリックすると、いきなりこれ肝臓特異的に発現している遺伝子が、遺伝子、一個ずつこれ遺伝子なんですけど、その遺伝子の発現が、まず遺伝子がリストされて、それの発現状況がこんな風に、さっきあったその10種類の臓器グループでの発現がどういう風になるかというのがこれ出てて、で、これ4種類出てますが、それは、先ほど言った 4つの実験手法といったその4つですねが出てて、まあ、まあそれぞれいろいろ EST、ジーンチップ、ケージ、RNSeq ってあるんですけれども、まあ、肝臓で発現が高いって判定したものはやっぱりいろんな手法で測ってもやっぱり発現が高いっていうのが分かるというのがあれです。でこの真ん中のなんか怪しい人っぽいやつはこれ実は人です。人でこれはですねヒートマップなんですね。ヒートマップっていうのは何かというと、この、まあ、これも可視化表現の一つなんですが、明るい色に、赤っぽい色になればなるほど発現値が高くて、青っぽい色になればなるほど発現値が低かったという、まあ、表記で、その
今見てる臓器ですね、いろんな臓器があるんですけど、その臓器で発現パターンが高かった低かったっていうのはこの色で表現していると、こういうのをよくあのヒートマップって言ってあの使われてます。でこういうようなものがまあ表示されるというのがここ の, あの特徴になってて、今これ肝臓特異的に発現高いものを見たので当たり前のことで、肝臓だけがこう赤く上がっているというのがこの特徴、赤っぽい色になっているというのが特徴です。はい、ここまでできました。はい、まあできると思います、クリックするだけやから。で、あのそれがまあここに書いてある表現ですね。それで、まあデフォルトだとこの発現が高いものがから上に出てるんですけれども、あのまあいろいろここの表示でですね、こことかでソートとかいうので、あの自分の見たいようなソート方法が実現できますよとか、あとリストっていうものに登録しておくと、お気に入り電子に登録しておいて後で比べてみたりとかいうのができるよと、そういうことがまあここで説明してます。で、まあその辺はちょっと飛ばしてですね、さっきの、あのヒートマップの話に行きたいんですけど、このヒートマップっていうのはあの実はこれはあのここのこのヒートマップの元の素材もですね、我々のところで作ってて、これボディーパーツ 3D というもののデータベースで作ってて、これはどうやってるかというと、あの最近流行りのあの 3D プリンターありますよね、あの 3D プリンターであの印刷する前するためのデータみたいなのがあるんですけど、そういうのをもうこれまで東京、提供しているという形になってます。で、これ今全体で見ちゃったんで、1個なんか遺伝子をクリックして詳細を見るっていうことでこう、実習を進めたいと思います。このフィブリノーゲンアルファチェーンってやつをクリックしてみましょう。そうするとあれインターネットと接続できるんだし、ちょっと待ってね、切れたようです。エデュローン、ちょっとまあ待ってください。まあ皆さん多分つながってると思うんで、それで、出てますかね。まあこういうの、これはリストが出てたんですけど、1個クリックするとこういうのが出てきたと思います。こういうのが出てきました。こういうのが、まあ、ちょっと待ってね、つながらないね。あ、つながった。ちょっと待ってね。僕のやつまだつながろうとしてるので、こういうのが出てきて、詳しいこの、そのボディーパーツでやったヒートマップがもうちょっと拡大されて出てきたりとかしましたかね。あ、繋がらないな、あかんらしいです。 Wi-Fi が一気にみんなでアクセスしたせいか、あ、繋がった。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、こういう風に出てきましたかね。で、これがそのボディパース 3D なんですけど、体全体 の, あのところを見せてると非常に見にくいので、胴体の部分だけとかいうのを拡大して見えるのが、ここの胴体の部分だけのアイコンをクリックすると胴体だけに拡大されます。で、頭が好きな人は頭だけのやつとかも、できます。はい、で、まあ、胴体だけとかにして、でこれ3D なんで、ボディパーツ 3D っていう 3D の画像なんで、いろんな角度から見れるんですね。で、いろんな角度から見るのは、ここのスライダーをですね、回せば、こうやって違う角度から見えると。あまり、こんな意味ないやんけって言われるかもしれないんですけど、このアニメーション表示っていうのをクリックすると、実はそのアニメーションが出て、実際こうぐるーっと回りながら出てるのが、ネットワークが、出ましたね。こういうふうに。いろんな角度から見る。だから肝臓って結構この辺にあるんですけど、こういうのがまあ分かるという、まあそういう、こういう発言のパターンがどうなっているかというのが、こんなふうに、3D で見えるというのがここの、特徴になっています。まあ、それの他、じゃそういうデータがですね、まあ EST でもちゃんと肝臓特異的に出てるし、ジンチップ、ケージでも出てますねっていうのが、こう、まあ分かるというのがこっちの。右側の方になってます。まあ、こういう発現値が見えるというのがこのまあデータベースの特徴です。もちろん今肝臓特異的な遺伝子を見たんで、当たり前のことながら肝臓で高いわけですね。で、まあ、そういうのがまあ分かるよというのがここの今やった5番の部分でした。
で、このじゃあ肝臓が高かったとかそういう遺伝子の発現値、これグラフで見てるだけでようわからないんじゃないかって言うんですけど、これマウスをこうやってマウスオンするとこの値が出てきます。どういう数値だったかというのが、これはでも、測定手法ごとに相対的な値なので、まあ、それぞれをこうやって比べることはできないんですけれども、この中でこうやって比べることはできると、横で比べることはできると、まあ、そういうデータになってます。で、まあ、自分なんかがこう、興味を持っている遺伝子とか、自分のその大規模な実験で出てきてこの遺伝子の発現が高いんだけどとか、この遺伝子の発現が、ある実験したら非常に下がったとか、そういう時にこのその遺伝子がどういう他の臓器で発現パターンを示したかというのがこんな風に見えると、まあ、結構便利というので、まあ、よく使われています。あとは、まあ、自分の実際やっている生物種の遺伝子のオーソログ遺伝子が、まあ、要するにそれに相当する遺伝子が人とか、まあ、それはどういう遺伝子で、その遺伝子はどういう風な発現パターンをしているかということも、まあ、調べて実際知っていると、なんかその自分の別の生物種での研究に役に立つということが考えられますので、ぜひ、まあ、人とかマウスやってないけどっていう場合でもこれは役に立つと思いますのでやってみてください。で、この、まあ、実際の個別のエントリーはこういう発現の値以外にですね、その今見ている遺伝子がどんなものだったかというものの詳細情報もいろいろ書いてあります。ここにある通りそれの実際のレフセックの ID ですねが何であったかとか、今アフメドリックスの、ジーンチップのデータを見ている場合は、それに使われたプローブの ID が何やったかと、ここに書いてます。プローブセット ID ってやつですね。まあ、アフメドリックスのアレイの場合はなんとかなんとか最後に AT っていうID がつくんですけど、そういうものがこんな風に出てると。でこれも、このじゃあプローブの ID をクリックするとどこに行くかっていうのが課題にあったと思うんですけど、こんな風に、飛びます。でこれ飛んだ先は何かというと、これは実は昨日ちらっと説明しかけたググルナってやつですね。でググルナっていうのは何かっていうと、これ RNA の、RNA に関してサーチできる情報が得られるツールというか、まあ、データベースで、実際にこれはマイクロアレイの、まあ、プローブを見てるから、まあ、実際に RNA のものを見てるんですけど、そのプローブがですね、実際にそのレフセックの ID、 要するにメッセンジャー RNA の中でどこにヒットしてたか。でプローブ、アフメドリックスのプローブって言っても1個だけプローブがあれ設計してるわけじゃなくて、アフメドリックスの場合は何種類かこういうふうにプローブが設計されて、この、完全マッチプローブっていうのが何種類かあって、それが遺伝子のいろんなところにこう設計されてて、それが全て発現がこうハイブリダイゼーションされたら発現が良かった悪かったみたいなことを言ってるんですけど、こういうプローブセットっていうものに対しがこの遺伝子に関しては設計されてて、それが実際にメッセンジャーのどこに設計されたかというのがこんな色で表示されてると。でこれ結構、便利でですね、こういうタイプの表記の仕方してる多分データベースってあまりなくて、これぐらいしかないので、ぜひこれも参考にして使っていただければなというふうに思います。はい、これね、ここね、プローブセット ID、 これをここをクリックするとこれが出ます。 Google 流れてます。はい、で他も全部これ矢印が書いてある通り外に飛んでいくようにリンクが貼られてるんですけれども、まあそれはそれで使ってもらうといいかなと。でちょっと戻ってですね、これですね、今言ったのはこの8番のプローブセット ID のリンク先をクリックするとどういう情報が参照できるでしょうかっていうと、 Google 何飛んでって見えるということですね。で実際にこのちょっとこれ前後しますが、ダウンロードっていう項目があって、そこをやると出ますよってこれ言ってません、ね、7のダウンロードっていう項目をクリックすると表示中の遺伝子の組織40種類別40分類の発現データがタブ区切りでダウンロードできますと言うんですけれども、それはですね、ダウンロードってどこかな、どっかにあるんですけど、これか、ここですね、この一番上のこの部分ですね、この部分をこれクリックするとこの下のデータ、さっきはこれでマウスにして見えますよって言ったんですけど、それがデータとして欲しいときはこれをクリックしていただいて、でこれをやるとテキストデータになってますので、こういうふうに実際にどういうやつだったかというのが、まあ、組織の名前、これ40種類あるんですけど、英語名と、まあ、日本語の名前と
あとはその実際のいろんなデータでどういうふうな発言だったかというのがこう右にこうざっと出ると、そういうふうになってます。はい、それがあのこの7番のところでしたね。はい、で、まあ、8番をやったと。で、でやるんですけれども、でもう一つ、そうか、この9番のそのジーンオントロジーの話をしたいと思うんですけど、これジーンオントロジーっていうのはこれ、まあ今日も後で出てくると思うんですけど、遺伝子オントロジーっつって、要するに ある遺伝子がどういうふうな遺伝子かというのを記述するための、まあ語彙ボキャブラリーがあるんですけど、それでこの遺伝子、例えばこのフィブリノーゲンアルファチェインっていうのがどういうふうな遺伝子かっていうのをこう記述してるんですね。それを記述するのに主に3種類の観点からやってて、一番有名というかその3つは何かというと、バイオロジカルプロセスっていう生物学的なプロセスでどんなのかという、ここのそういうものですね。あとはセルラーコンポーネント、だからどこ細胞の中でどういうところにあるかと。あとはモレキュラーファンクション、分子的な機能っていうので、いろいろこうこのキーワードとこの実際にそのキーワードに付けられた ID というので、こういうふうに記述されてます。でこれでじゃあ何がいいかというと、じゃあこの一番上のですね、バイオロジカルプロセスのブラッドコアギュレーションというものを持つ遺伝子というのは、これは確かにこの遺伝子は持ってたんだけど、この遺伝子以外にこの、キーワードが付けられた遺伝子にどんなのがあるかというのが調べて、それと類似の機能を持っているものの発言がどうだったかというのが簡単に見える。それがここの GO の GO コロンっていうとこから数字って始まる、この ID をクリックするとそれが得られます。じゃあやってみましょう、クリックしましょう。そうするとこんな風にブラッドコアグレーションっていうものを持つのには、アルブミンとかこのセプチン、ペプチダーゼインヒビターとかそういうものがあって、こういうふうなものがの遺伝子発現もこうザーッと見えるというふうに、まあ、なってます。まあこういう使い方もできる。まあもちろん今はこの一番上のものだけを、設定しましたけど、この、結晶板がどうのこうのとかいうふうなものもクリックすると同じように、出てきます。まあ、こんなふうに、まあまあそれはいろいろ使ってもらえばいいと思います。こういうものが一番このレフェックスでよく使われる機能かなと思います。で今これ40種類の組織しか、今データじゃないやんけと言われるかもしれません。でさっき、600種類ぐらいセルラインがあるでしょって、言ったよねって思うんですけど、はい、その通りです。ここに今データ実は600種類のやつも入ってるんです。それがちょっと分かりにくいんですが、ここの、40分類って書いてあると、この右のこのタブですね、これをクリックすると実は出ます。でこの右の方に細胞株、初代培養、生体組織、胎児組織っていうファントム5ケージ、ファントム5ケージっていうのがあると思うんですけど、これをタブをクリックしてください。そうするとこういうふうに出ます。でこれちょっとデータが多すぎてですね、これ全部一気に表示できないので、こういうこれのバー、スライドバーがあって、これを、ドラッグしてグーッとこう引くと、こういう詳細データが上に出るようにな感じになってて、この高かったやつ何かなってこうやると、それがこれの場合ヘパトサイトでしたとかさ、こういうふうなのが出るようになってます。でも実際には検索して知りたいので、ここで自分のこう、知ってる言葉で組織の名前を検索してみるといいと思います。で今回はこれ、肝臓を特異的に発現しているものですから、リバーって言って肝臓ですね、肝臓をが検索できるかどうか、肝臓の組織がちゃんと出てるかどうかを見てみたいと思います。でリバーって打ってここの GO って言ってください。そうすると、リバーっていう名前が入っている遺伝子が赤くこう今表示が変わりましたっていうふうに、まあ、見ての通り当たり前ですけど、肝臓特異的に発現高いので、リバーっていう組織の遺伝子はやっぱり発現が高いというのが、実際にファントム5ケージのデータでもこういうふうに言えてるよというのが、まあ、表示されます。でまあ、これも実際に見ると確かにリバーアダルトで、もう一個のこっちの赤い高い方は、リバーでフィータルであると、まあ、胎児ですね、まあ、アダルトと胎児でそういうふうに両方で高く出てると、そういうものが実際のこのファントム5ケージのデータで分かるし、じゃあここにあるじゃあサンプルってどんなのがたくさんあるんですかっていうのは、ここをクリックしていただけると外に出てって見えることが見えるようになっていると思います。こんな感じですね。むっちゃあるんでもう見るのも大変なんですけれども、
実際にサンプルじゃどんなのがあったんですかっていうと、こういうこういうやつですね。もうものすごくあります。こうまあこれ Google Google ドライブに収めてあるんですけれども、こうやってみんながどん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 見てきてるなっていうのが今わかるんですね。まあ5人の方が見てますねっていうのがわかるわけです。はい、じゃあちょっと戻って、まあ、そういう、まあ、使い方で刑事のデータなんかが見えるんじゃないかなというふうに思います。あ、ここで1時間ですね。ちょっと時間がなくなってきたな。じゃあ急ぎましょう。でまあ、こういうふうな感じで、まあ、いろいろできるんですけれども、もうちょっと高度な検索の話もちょっとずつしていきましょうかね。で、じゃあテキストに戻って、ここの、見てください。で、これをビューアーに切り替わります。で、まあ、この辺はやりました。10番もやったんで、じゃあ11番ぐらいからやりましょうか。じゃあ検索一覧結果に戻りますと。まあ、これもちょっといろいろ、ちょっと検索結果に戻るっていうのもちょっとめんどくさいと思うので、一回このレフェックスってこのアイコンの部分をクリックしていただいて元に戻って、もう一回この肝臓っていうのをやってみると、やってみてください。そうすると分かると思います。で今言いたいのはこの検索条件で、この左のこのカラムの部分ですね、このカラムの部分を使っていろいろやりましょうっていうのを今からやりたいと思います。で、ここまで出たら元々のやつに遺伝子名にじゃあリバーって含むのがどうある何件あるかなっていうのを、まあ、やる場合にどうするかというのをやるんですが、ここですね、今は何も全く条件なしで入ってるんですけど、この遺伝子名ってところに条件なしとこをクリックして、これですね、ここで、じゃあリバーって言っていただいて、リバーってでそれを含むだからインクルードで やっていただきます。それでインクルードってやると、ここに条件が入ったと思うので、この条件で絞り込みってやって、そうすると検索されて、全部で13件引っかかってきたと。遺伝子名にリバーってつくやつは当然リバーで発現もまあなんか高かったりするんですけど、まあ、こういうふうな13個の遺伝子が出てきて、これが計算できると。で一見してみると、これなんかソリュートキャリアファミリーのなんとかが多いので、まあそれは分かったからそれはいらんと。でもっとそれ以外のもので見たいという場合には、もう一回ここでクリックしていただいて、ソリュートっていうのはいらないというので、エクスクルードってことができます。ソリュートっていうのは含まないよ。で、エクスクルードって。リバーっていう言葉を含んで、かつ、エクスクルード、エクスクルードの条件にソリュートっていうので、で、これ絞り込みってやると、さらに絞り込まれて、減ってですね、11個なんでケモカインだとか、そういうものがこうやってヒットしてきて見えると。そんな、検索が、この、絞り込み検索がここでできます。っていうのが、この12番で言ってます。で、まあ、まあ、他にいろいろやることもあるんですけども、ちょっと時間の関係で先に行こうかなと思います。それで、これが最後は実は一番ここの売りというか、頑張って最近作った機能なんですけど、こうやって並べて表示できるって機能があるんですね。じゃあ並べる機能なんですけど、今のこの検索結果でちょっとやってみたいと思うんだけど、じゃあこの上から3つを横に並べて表示してみようと。縦にやるとどうしてもなかなかこうこの3つを比較するのがやりづらいということで、3つまでなんですけど横に併記して比較することができると。じゃあこの3つなんですけど、これをリストに追加するっていうので、これを1個リストに追加する、あごめんリストに追加する、リストに追加する、リストに追加する、これ3つやってみてください。それでリストに3つ追加した上でこのリストを見る、リストが多分3になってると思います。3になってる状況で、このリストを見るってやってください。そうするとまずはこんな風に3つだけが表示されて、さらにこれを並べて表示、こうですね、これをクリックすると、うん、なんか言ってますね。あ、比較するか、比較するをまず比較する、比較する、比較するとやっていただいてから遺伝子を並べて表示と。そうするとこの3つが横に並んで、遺伝子の発現データとかも横で並んでこう比較でしやすくなると。とまあそういう機能があります。なので例えば、まあ、皆さんがいろいろ研究しててこう並べた遺伝子があったら、こういうのに並べてこんな風にやると、まあ、すぐにこう比較してやりやすいと。
いうような、まあ、インターフェースを提供しています。はい、それがこのレフェックスの、うん、機能です。だいたいこれぐらいの機能を知っておいていただくとよくて、でここにあるデータを全部じゃあダウンロードしたいっていう場合はダウンロードできるようになってます。もちろんこんなん全然別に隠してるわけでも何でもないので、全部のデータ欲しいとかいう場合には、どこやったかな、どっかにこれですね、ダウンロードですね、ダウンロードってやっていただいて、ここの発言データこれクリックすると、全部のデータがダウンロードになってます。なのでこれは全部タブ区切りテキストでダウンロードできて、タブ区切りですからExcel に持っていけば Excel でもう形で見えますので、まあ、そういうのでやっていただくといいと思います。ただちょっと、遺伝子の数がまあ多分少ないので大丈夫なんですけれども、Excel で開ける上限を超えてしまうと、まあ、Excel では実際には開けなかったりしますので、なんでかというとその遺伝子の数は3万ぐらいなんですけど、実際にその設計されたプローブの数であるとか RNA-seq で、予測されたトランスクリプトの数が、Excel の上限を超えてしまうと開けなかったりするかもしれないので、まあ、その辺は要注意してください。まあ、そういう、まあ、データというのを再利用するようにできるように、こんな全てのデータ、ここで見せているデータはダウンロードできるようになっています。でこれもクリエイティブコモンズライセンスの CC BY というライセンスで提供してますから、皆さん自由に改変して使っていただいていいし、商用利用していただいても結構ですし、まあ、ただ元々のデータはここから使ったよってことを言ってくれると、表示明記さえしていただければ自由に使っていただいて結構というものになってます。はい、それがこのレフェックスですね。まあ、そういうサービスを提供していますということです。で、もうちょっといろいろやるんですけど、レフェックスっていうのは僕らが作っているそういうリファレンスのデータベースなんですけれども、同じようなリファレンスのデータベースとして昔よく使われたバイオ GPS ってやつですね。まあ、今もよく使う人もいると思うんですけど、このバイオ GPS というデータベースはアフメドリックス社のジーンチップで測ったそのいろんな組織 のデータベースで、まあ、よくこれもリファレンスとして遺伝子の発現のリファレンスとしてよく使われてきたんですけど、まあ、これはさっきから言ってるようにそのジーンチップのデータを使ってるだけなので、理研のケージとか RNA-seq とかそういうものがまだちょっと含まれてないということなんですけど、これもまあ似たようなインターフェースがあって使えますんで、まあ、世界的にはこれを使ってリファレンスのデータはこれだってやってる場合も多いので、まあ、こういうのもまあ使う実習もあるんですけど、まあ、今回は時間の関係からちょっとスキップします。なので、まあ、こういうのもあるよと、こういうのも使えるよというので知っておいてください。で最後のじゃあ実習に行きたいと思うんですけれども、これが多分一番皆さんが論文とか実際にデータをまとめるときに一番使うんじゃないかと思われるものです。これはあれですね、遺伝子セットの解析っていうふうによく言われるエンリッチメント解析ってやつですね。それのやり方の一つです。ジーンセットエンリッチメントアナリシスとかいうので GSEA とかいう言葉で聞いたことがあるかもしれないんですけれども、まあ、それを実現する一つのツールとしてこれ有名なのがこの DAVID ってやつです。まあ、The Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery というのの、こじつけみたいな頭文字で DAVID で、面白いことに多分デイビッドでググったらトップに出てくるのがこれです。はい、で、これはですね、まあ、よくやるのはそのマイクロアレイなんかの実験でやったときに、まあ、上位10個だけ見るとかなんかいろいろ研究室ルールがあると思うんですけど、あとは2倍以上見るとか 1.5 倍以上見るとかいろいろあるんですけど、そうやって見たときにその自分が選んできた100個なら100個、まあ、10個なら10個のその遺伝子セットの中にですね、どういう機能を持つものがよく含まれているかというやつですね。例えば生徒が100人いるクラスで10人連れてきたら、この中にはその大阪人が多かったとか言ってもですね、そのクラス全員大阪人やったら全然意味ないわけですよね。それそういうやつです。そういうようなものの、やり方をやる、遺伝子でやる。でその時に活躍するのがさっき言ってた遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーってやつですね。そういうものをまあ使えるようなまあツールで、まあ詳しい説明はここら辺後で読んでくれたらいいんですけど、まあせっかちな大阪人ですから僕も早く実習やろうと思います。でまあなんかいろいろ言ってるんですけど、まあいいです、とりあえず実習やりましょうか。でそれも身長を期す人はこういう統合テレビをまず見てからやっていただいても結構ですけど、
まずはもうこのデイビッドいきなり見つけてやりましょうか。さっき言った通りデイビッドでググってください。デイビッド、デイビッド。そうするとデイビッドで一番出てくるのはこれですね。これ、ダビデが出てきますけど、ダビデじゃなくてこっちデイビッドね。はい。そうするとこれ出てきました。出てきましたこれ。バージョン 6.7 っていうのが多分最新版だと思います。これね、結構前から使われてるんですけど、本当これ便利で、デイビッドを使ったサイテーションの伸びはこんな風になってます。これ多分累積グラフじゃないと思うんですけど、毎年毎年ごとのグラフだと思うんですけど、どん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 みんな使ってるよというものですね。はい。まあそんな、雑談を良くてですね、やりましょうか。でデイビッドを使うときは簡単で、もう本当スタートアナリシスってここにあるんですけど、それをクリックして始めますと。これですね。これスタートアナリシス。そうすると、こんな風に出てきましたかね。でも簡単で、ここに自分が選んだその何個かの遺伝子セットをここに入れるだけです、基本的には。じゃあそんなん言われても今持ってませんよって話なんですけど、ちゃんと大丈夫です。用意してあります。皆さんも一緒にやりましょう。みんなとやるのは、ですね、ちょっと上の方にあって、このマルヒ遺伝子セット、遺伝子リスト、これです。これを、やりましょう。これをですね、右クリックして新しいタブで開く、もしくは名前をつけてって言ってますけど、まあ新しいタブを開くでいいです。そうするとこんな風に遺伝子リストが入ってます。これまあ遺伝子リストって言っても AT で終わるから、アフメトリックス社のプローブの ID のリストだっていうのが分かるんですけど、これですね、これで選んだ遺伝子リストがどういうものが全体の遺伝子から比べて多かったかというのをちょっとみんなで試してですね、何の実験だったかっていうのを逆に想像してもらおうかという、そういうこれ趣向になっております。で、ここのやつをこれね、全部、全部選択、すべてを選択してですね、これも、コピーしといてください。それで、デビッドに戻って、ここに貼り付けると。うん。そうしてください。できました。ここまで貼り付けたら、ここのまあ2番はまあこれアフメトリックスなんでこのままでいいです。で3番のリストタイプっていうので、これジーンリストっていうのを選んでください。何もやらなかったら多分文句言われますので、ジーンリストってしてください。でバックグラウンドってもう一個あるんですけど、これはですね、遺伝子のやつをこれ測るときにですね、バックグラウンドが違うような、だから全ての遺伝子っていうのをやってる限りはやらなくていいんですけど、自分でこうバックグラウンドを定義する場合にこれをやります。で、まあ、でも今はいいです。このやつでジーンリストって選んで、サブミットリストってやってください。そしたら、はい、出てきた通り、あんたが入れた遺伝子リストはどうもアラビトプシスサリアナっぽいよねと、ですよねってこう聞いてきます。聞いてくるんですけど、まあ、実際そうなんです。アラビドプシスを選んでるんですけど、そうなんで、まあ、それでよくて、で、じゃあ次どうするかというと、もうこのファンクショナルアノテーションツールっていうのでやってください。もうこれ今やったのは 1でもう全て終わってて、このファンクショナルアノテーションツールっていうのをこうクリックしてください。そうすると、なんかこういうふうにいろいろ出てきました。ちょっと見づらいかな。でこれで、見るべきはですね、このジーンオントロジーってところの、これ本当は中にあるんですけど、これ畳まれてるんですね。このプラスっていうのをクリックするとこれ出てきます、ポカッと。で出てきて、さっき言ってたそのバイロジカルプロセスっていうのはこれ BP っていうので名前に短くなっちゃってこれ出てるんですけど、この赤い部分を見ていただければ結構です。で CC はこれクリエイティブコモンズじゃなくてセルラーコンポーネントっていう意味で、あと MF って下にあるやつはこれモレキュラーファンクションですね。さっき以来言った3つのジーンオントロジーのやつです。それですね。でこれもチャートっていうボタンがあるので、それを、クリックして見てください。そうするとこれが実はもう、デイビッドの答えなんですけど、今投げたセットがどういう遺伝子がリッチに入ってたかというのがここに出てます。実際にはこれ一番トップのやつは102個ヒットしたんだけど、 P バリューとしてはこれぐらいの値とかいうのが出ていると思います。まあ見ての通りフォトシンセシスとか、ピグメントメタボリックプロセスとか、なんかちょっと
植物だけに、あの光合成関係のやつが多いですねというのが分かると思います。光合成、フォトシンセス、光合成ね、そういうふうにあのそういうものが多かったと。で必ずしもですね、そのリストの中に数が多かったからといって優位になるわけじゃないというのはここを見て分かると思います。カウントっていうものの、まあ、もちろん多いものが多いんだけど、あのカウントが少なくても優位に出てるものっていうのがありますね。それはですね、その分類にアサインされた遺伝子の数が少ないからとかさ、そういうのでこういうふうに上に来るようになってます。じゃあ今はセル、バイオロジカルプロセスを見たので、まあ、それ以外も見てみようということで、例えばそうですね、これモレキュラーファンクションってやつとかを見てみると、そうすると、まあ、毎回毎回ちっちゃいウィンドウ出てきてめんどくさいんですけど、まあ、コファクターバインディングだとかクロロフィルバインディングだとかビタミン B6 バインディングとかがなんか優位に出てるねとかいうのが分かると思います。それ以外にもいろいろ見てくれればいいと思います。チャートとか、これもプラスチドパート、クロロプラストパートですね。でそれ以外にあのパスウェイとかいうのもあります。でこれは昨日武藤先生がお話ししていただいた結具ですね。結具のパスウェイっていうのが実は分類の中に入ってます。これはどういうことかというと、ジンオントロジーと一緒で結具のパスウェイも1個ずつ回答系である TCA サイクルであるっていうふうに、あの1個ずつのパスウェイのマップごとにやっぱり遺伝子が載ってるわけですね。それを、1個ずつの分類だと思って、あのどのパスウェイがよく出てきたかというのがこれで見えるというふうな仕組みになってます。でチャートっていうのを見ていただくと、これあんまないかな、あんまないんですが、まあ、1位に出てくるのがフォトシンセシス32個でとか、カーボンフィクセーション炭素固定ですね。なんかこれも何回も何回も出てきててもだいぶ正体が分かってると思うんですけど、これはある実験をした時に遺伝子が下がった、あ、発現が下がった遺伝子のリストだったんです。実は発現が下がってて光合成の遺伝子がたくさん出てるってことは、要するに光合成をする機能を失ったような実験だったんじゃないかみたいな、なんかそんな風になんか推測されますよね。実際そうだったんだけど、まあ、そういうようなことがこういうふうにいろんな分類を、今はジーンオントロジーの3つのを見て、ケッグのパスウェイのなんか分類で少ないのを見てみたいなのがこうで分かってくると、まあ、これまたこうクリックするとさらにここケッグのやつのどれが今なんで下がったかっていうのがほらあのカチャカチャこれ光ってるので分かるんですね。今やったリストであったやつはここに光ってるやつなんですね。そういうふうにケッグも使えると、まあ、そういう感じですね。じゃあテキストに戻ってちょっと、あ、もうそろそろ時間もないので、これ実はこのテキストの通りでもなくて、大体これでやってたんですけど、まあ、こんなんでバイオロジカルプロセスに注目しますとか、なんかそういうふうな感じで、やっててですね、はい。まあそういうあのデイビッドっていうのを使う、なんかこうリストを定義してこうやって見るとこんなので、まあ、できますよっていうのが書いてあって、じゃあ最終的にあのさっき の挙げたリストはどんな実験だったかというのを、まあ、考察だいぶしたんですけれども、まあ、答え合わせっていうのでしてみると、で実を言うとさっき の実験はですね、植物の細胞で、細胞壁分解酵素を用いて、取り除いた植物細胞との比較だったと。だから普通のコントロールとその細胞壁を取っちゃって、取ってしまった細胞の比較だったと。そうすると光合成とかその辺の機能がを持つ遺伝子が軒並み遺伝子発現が下がっていると。でそういうものが実はあのゲオに GEO の中にすでに入ってるんですね。でこの GSE の15515っていうデータを取ってきて、ちょっとこれで加工して出したデータだったんですね。つまり、まあ、植物細胞が普通の状態から脱分化させてしまったというものの実はデータだったんだけど、まあ、そういうデータとの違いっていうのがこんな風にして見えるよと。ですので皆さんも自分の多分実験とかで あるんだったら、そのコントロールとそうでないものを比較すると、何でもかんでも実験すればいいだけっていうんじゃなくて、コントロールと比較してどういう状態だったかということがすごく大事で、時系列のデータというのを出せっていうふうに多分指導者の人からもいろいろ言われてると思うんですけど、まあ、そういうデータよりはですね、こういうふうに二状態の比較っていう方が非常にやりやすいと、非常にやりやすいというか、まあ、解釈がしやすいだ。なので二状態のデータっていうのもコントロールとそうでない自分のサンプルっていうものの比較を
ですね、考えてみてどういうふうになってたかというようなことをやると、そのデータの解釈に非常に役に立てるんじゃないかと、こんなふうに思います。まあこんなふうにですね、このデイビッドっていうのはすごい役に立つので、まあ実際にはですね、どれぐらいの域値まで切ればいいですかとか、遺伝子の2倍発現、2倍までが発現値で2倍変わったらいいんですかとか、 1.5 倍でいいですかとか、いろんなこと聞くんですけれども、それはもう皆さんの手心というか、自分でこれぐらいがいいかなと思うようなのでやってみるといいと思います。もちろん実験の条件によっては 1.5 倍がいい場合もありますし、2倍がいい場合もある。でもそれはまあ、変わった遺伝子の全体の数とかですね、そういうものにもよると思います。これだからセレクションした遺伝子の数が少なければ少ないほど、これ特徴が出にくいんですね。これ全体のものでこの、エンリッチメント解析をやってるから。なので、まあ、100個とか1000個とか100個から1000個ぐらいの間でそのリストが抽出できるようなものでやってみるのがいいというのが、まあ、僕なんかの経験的な経験値になってます。まあ、そういうようなので、まあ、遺伝子発現のデータっていうのを、まあ、さっき何ていうのかな、もう正規化したデータのマトリックスを取ってきますって言ったんですけど、その中で、まあ、遺伝子発現値で相当してその高いものからザーッと取ってきて、これデイビッドに掘り込んでどんなんだったかっていうのを見るっていうのをこう自動的にやると、まあ、割といろいろ、あとはまあ人間様がですね、この解釈をどう考えるかというところが大事で、そういうふうにして皆さんの頭をですね使って、その発言データの解釈っていうのをじっくり考えてほしいと思います。もちろん発言データを出すところは大変で大変なのはよくわかるんですけれども、こういうふうに実際のデータがもう世の中にいっぱいありますので、そういうものも自分の実際のデータにプラスして使っていただけると、なかなか自分のデータの解釈になっていいんじゃないかというふうに思います。まあ、ちょっと早いんですけど、何か質問ありますかね。大体僕の今日のやつはこれぐらいなんですけど、何か質問あります？割と今日はざっくりとしかやらなかったんで、この特に最後のデイビッドとか大事なので、この辺の復習用って書いてるところを、今時間余ってるんだったらこれぜひですね見て、まあ、みんなでせっかくやから見ようか、見てですね、復習してほしいんですけど、まあ、これ流しながらちょっとじゃあ質問がある方には質問を受けたいと思います。はい、何か質問あります？なかなか出ないかもしれない、みんなで見たらちょっと出ないかもしれないけど、はい、どうですかね。まあデイビッドってのはこれ結構よく使うツールなので、なんかこれちょっとあれですね、すごい今解像度が悪いな、本当はもうちょっといいんですけど、あれでそうですね、まあ今日やったツールは大体これでこういうふうにあるので、これをまあ見て復習してくれるといいなと思います。これちょっと3年ぐらい前に作ったやつなんであれですけど、でもやってることは全然変わらなくて、スタートアナリシスっていうのをクリックしていただいて、ここの部分に自分の遺伝子リストを入れます。今はさっきのコピーしペーストでやったけど、実際にはデータとしてファイルで持ってるんだったら、この開業区切りでやった ID をここにアップロードするっていうやり方でもできます。で、今さっき何も生物とか指定しないで出ましたよね。でもそれは何でかっていうと、アフメドリックス社のジーンチップの ID っていうのはもう生物種ごとにユニークなので、何の生物だったかっていうのがすぐそれで推測できちゃうんですね。だからそれを勝手にオートで認識してくれたんですね。だから特にする必要がありません。はい、基本的にはそういう ID っていうのは生物種を超えてですね、ユニークになってるので、それぞれあとはこのジーンリストっていうのをチェック入れてサブミットしてもらうだけですよと。それは一緒です。で、これは人のデータをやったから、まあ、人のデータとそうよくわからないものが7つ入ってましたとか言うんですけど、まあ、たまにゴミ入りますから、それはあまり気にしないでいいです。ですけれども、でデイビッドに登録されてないものっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのもたまにあります。ですのであまりその辺は深く悩まないでいいと思いますんで、まあ、この辺いろいろそのエディットとかできるんですけれども、まあ、あんまりそこしても
全体の傾向変わりませんので、このファンクションアノテーションツールでこうクリックして、むしろいろんなあのアノテーション、あの、あの分類の結果を見ていただく方が有意義だと思います。で、今何やんねやろな。あ、ディジーズか。ディジーズってやると、これ実はあのオーミムっつってあのオンラインメンデリアンインヘリテンスインマンつって、あの遺伝病のデータベースがあるんですけれども、その人の遺伝病のデータベースに基づく分類であのエニシメント解析ができると、そういう、まあ、ものになってます。まあ、あとは大体やってる実験が違うだけで、あの大体一緒ですね。はい。まあ、そういう、これが終わったら、まあ、終わりにしようかな。まあ、なんか質問あります？本当にこの際聞いとくといいと思いますよ。まあ、この実験の場合は何か知らないけど、オキシデーション、あの酸化ストレス関係が多かったというものになってますね。まあ、これもよく分からなかったら、これ1個ずつクリックしていけば、そういうのがどういう意味だったかっていうのがどんどんリンクされていってですね、見えますので、まあ、そういうのを、まあ、これですね、クイックゴーっていうページにこれリンクしてるんですけども、それであのこのタームに書かれたことがどういうものかっていうのが、1個ずつクリックしてあれするとたどれますんで、うん、これはケグのパスへのニューラジル ID の場合はケグのパスへ、そのパスへにこうリンクして飛んでると。質問いいですか。はい。統計的にどれぐらい有意かとかの数値っていうのはどうやって解釈すればいいでしょうか。それは自分で考えてください。基本的に1以下やったら全部有意です。で、あの統計の値っていうのはどれぐらいが有意かってよく聞かれるんですけれども、それに対する答えは僕は持ってません。なんかでも統計屋さんは 0.05 が好きです。 5% 以下の有意性っていうのが好きなので 0.05 以下だったら有意っていうふうに言う人も多いです。けど実際には、分かりません。何が有意かなんて、はっきり言って分からないと思います。エリートでもそこの P バリューとかついてます。その数字では数字で判断すべきなのか、それともまあ、あの P バリューの値があの0に近ければ近いほど、まあ、有意だろうと、統計的には有意というふうに思われると思います。はい。だからそれが低いものから順に見ていくっていうのはいいやり方だとは思うんですけれども、いくつ以下だったらいいかっていうのはよく聞かれるんですが、それに対する答えは分からないと思います。はい。素直に言うと分からないと思います。でも統計屋さんは 0.05 以下だったらいいと言います。はい。だからまあ 0.05 はちょっとあの厳しいにしても 0.1 で、多分デフォルトでは 0.1 になっていると思います。 0.1 以下が表示するようになっていると思います。それはまあブラストの E バリューがいくらがいいんですかっていうのと同じ質問でだと思うんですけど、そこはもう、知りませんっていうのが答えなんですけど、わからないっていうのは僕らもわからなくて、できる限りあの低いものがあのから順番に見ていくと、で実際にそれを見てですね、あのどういうものが実際にその中に、リストに含まれたかというのをむしろ見て、どういうものがあったかというもので、あの生物学者は判断することが多いと思います。はい。僕なんかもそういうので論文でこれ図、このデイビッドを使った図っていうのを実はつい最近もテーブルで出したんですけど、あのこれの出てきたやつをあのテーブルにして、あのサプリメンタルテーブルにして論文に出したんですけれども、まあその時なんかももう実際にじゃあどういう遺伝子がヒットしてたかというものをあの見る方が 大事だったというふうに考えてます。すみません。はい。あのカスタムのアレ、このデビット便利そうなんですけども、例えばカスタムのアレをですね、無理やりこういうのに当てられるっていうのは、はい、カスタムはできますが、カスタムでやる場合はあのこのカスタムの アレの ID が知らないので、レフセックとか、あの何らかの公共のデータベースを多分元にして作られてますよね、カスタムアレ。あるいは性別が違うとかですね。ああ、
そういう場合は、一つの生物種にまとめちゃうっていうことをやります。そう、オントロジーを使うんじゃなくて、例えばそれって何らか、近いモデル生物があったとしません。例えばじゃあ質が酵母に近いんだとすると、質が酵母だったらこの、遺伝子に相当するっていうふうにして、一つにまとめないとこれは使えないですね。僕なんかよくやるのは、僕も非モデル生物の解析やるんですけれども、そういう場合は、人に全部人と対応するものに集めて、それでやってます。なんかアジレットでも出てるモデルの生物にこれ全部寄せて、そうですね、やるんですけど、でもそれでやると確かに人にない遺伝子は分からないじゃないかって言われるんですけれども、確かにそうです。そういうのはでも見てくださいと、人に なくて発言がすごく変わってるとか、そういうものがは多分その生物種特異的に面白いものだろうから、そういうものはそういうもので個別に逆に見るというようなことがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、時間になりましたんでこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。